えー、皆さんこんにちは。レック講師の新谷です。ガイダンス社会人のための公務員転職術、えー、全前回1時間の講義ですけどもよろしくお願いいたします、えー。まあ私のこのガイダンスはですね板書ベースにですねお話をさせていただくとと,ともにこちらのパンフレットもですね適宜使いながらあの講座のご案内、えー、それからまあレックの、えー、強みというところですねお話をさせていただきたいとこのように思っております。 で早速で恐縮なんですけども板、まあ、書ですね使いながらお話をさせていただきますけども、えー、この講座のです、ね、趣旨としては、まあ、2020年度、まあ、来年ですね2020年度の公務員試験合格を目指す、まあ、社会人経験のある方向けでございまして、まあ、基本的に働きながらですね働きながら受験をする方を念頭に置いております。 まあもう仕事辞められたっていう方はですね、えー、お時間だいぶあると思いますので、えー、通常の大学生と同じようなね、えー、講座でも大丈夫だと思うんですが、まあ、働きながらってことになりますとどうしても時間的な制約がありますので,でその中でこうなるべくエネルギーをね、えー、使うことなく合格できるようなプランってなってくるとですねやっぱり教養ベースなんですね専門科目に手を出すってのはちょっとやめた方がいいのかなというふうにまあ私の過去の指導経験からですね思うわけであります。 で私はのレックの担任としてですねこれまで渋谷、まあ、現在は新宿と千葉を担当してるんですけども、まあ、どうしてもですねあのいらっしゃる方が関東の自治体になってしまいますのでやや偏った、ね、お話になろうかと思いますけども、えー、一応全国配信ということなんですが、まあ、関東以外の、ね、県庁であったり、まあ、あるいは政令指定都市などでですね 教養だけっていう自治体ですね。まあ、関東以外だってもあの教養だけっていう自治体増えていますので、まあぜひ参考にしていただきたいなと思います。で、関東の自治体はですね、かなりね経験者採用を言うに及ばず、関東の自治体でもですね、教養だけっていうのは非常に増えておりますので、ぜひチャレンジしていただきたいなというふうに思います。 でまたた年齢要件ででああったりあるいはまあ試験の形式ですねこれ私がまあちょっと調べたもので全部アップデートできてるわけじゃないんですけどもまあ年齢要件であったりまあ試験の形式っていうのは変更になるっていうことがあ,のありますのでまあ気になる自治体についてはですねあのホームページアクセスしていただければですねえ2019年度の募集要項っていうのが書いてあると思いますのでまあそちらでですね年齢要件どうなってんのとか試験形式どうなってんのっていうのは必ずあのご確認だきたいなというふうに 思いますで私のね制作したレジュメの作りなんですけども、えー、基本的にまあ2019年度ベースのでスケジュールをー書くとともに、まあ、どういった試験集で年齢要件であったりですねでそれからまあ試験概要についてあの書いて、えー、おります。でレジュメの2ページはですね一般採用で30歳まで、まあ、受験ができますよっていうところを、えー、主要なものをね関東ベースですけど書いております。 で3ページレジュメの3ページは一般採用で30歳を超えちゃったっていう方向けに、まあ、ご案内するところでございますで正直今30前後の方もですねかなり多くいらっしゃっていますのでね、えーまあ、自然と私もどんな自治体だったらいけるのかななんていうのをですね調べて、えー、おりますでまた一般採用じゃなくってですね経験者採用 考えられる方はですね4ページのレジュメをぜひ見ていただければこれ主要な、まあ、あの関東の自治体というところなんですけどもね、はい、書いております。でこんなな作りりになっておりますですからあのこのレジュメのねの使い方で自分がどこに該当するのかと、まあ、まだ30歳になってないよっていう方はですねレジュメの二2ページを中心に見ていただくで30歳超えちゃったっていう方は3ページ見ていただく。 でそれからまあ経験者採用を考えてるんだっていう方で、ね、まあ20代で経験採用も受けられるところもありますのでまああの経験採用の要件に合ってるかどうかレジュメの4ページでぜひご確認をいただきたいなというふうに思います。それではですねまず30歳までの方に向けてお話をさせていただきます。えー、30歳までで,ですね受験まあ30歳までの中でもまあ特にね、えー、私自身が、えー、お勧めをしている のがですねまあ、5月の第1週にあるんですけども日曜日、ねまあ、ゴールデンウィークの最後の日曜日になりますけども、まあ、東京都一類 B の新方式というのが、まあ、私一番おすすめをさせていただいておりますちょっと年齢はですね30ではなく29未満なんですけどもあのこれ2019年の試験でも123名合格が出ておりますで東京都庁っていうとですね、えー、なんか難しそうっていうイメージがあるかもしれませんがこの新方式に関してはです、ね、社会人中心なんですよ 社会人中心で非常にこのエネルギーを少なくですね効果の高い費用対効果の高い、まあ、自治体ではないかなと思っています。と申しますとも一次試験なんですけどもまあ教養択一試験3科目しかないんですねもう数的20問文章10問時事5問みたいな感じで、まあ、35問なんですけども、えー、3科目でいいよというところで他の自治体にはないかなり軽めの。 まあちょっと知能によってますけどね、知能重視なんですけども、えー、非常にエネルギーは非常にこう少なくてできるのかなと、まあ、正直な話、まあ、年明け、1月スタートでもですねあの受かってる方っていうのは、かなり僕は多く見ていますので、えー、非常におすすめのところです。で、勉強はそれほどいらないんですけれども、どちらかというと実技中心の試験なんですね、これ。で、一次試験はまあ教養とで、それからプレゼンテーションシート、これ2019年試験から変わりまして。 a。4版1枚非常に小さくなっております。90分で資料を見ながらま課題と対策っていうのをこうまとめてもらうんですね。で、論文と違って文章化する必要がないんですよ。プレゼンテーションシートっていうのはまあ、どちらかっていうと2時でですね。2時でこの書いたこのプレゼンシートを2時で5分話してください。2時で話すための資料を作ってください。という位置づけなんですね。 そういうこともあってまあわりかし営業経験のある方とか社会人経験のある方でプレゼンする機会って結構あると思う,ああると思うんですね。そういうこともあってねおすすめします。で自分で言うのも恐縮なんですけども、まあ、他の予備校さんではですねまずあまり幼いと思うんですね新方式ね。で私はもう初年度から2013年からこの試験始まっているんですけども初年度から、まあ、特にこのグループアップ講座え初年度から立ち上げておりますしで3年前から2次。 の面接ゼミやったり2年前からこのプレゼンテーションゼミっていう感じで、まあ本当単価でも取れるようにしてるんですけども、まあ、1時2時3時ですね新方、まあ、式一貫した指導をですねあの確立をしてきておりますから、まあ、ぜひ安心して、えー、新宿エルタワーでやるんですけどもおいでいただければなと思います。でこのプレゼンテーション指導合格したら2時でですね、まあ、当日渡されて、まあ、5分間で話してください。 でそれが終わるとすぐ面接に移行いたします。プレゼンやって面接。でちょっと長いんです45分ぐらいです。プレゼン5分、失業と10分、で面接30分という形ですので大体45分ぐらいが目安になっています。45分目安ですでこれに合格されますとね、まあ、3時に行くんですけれども、まあ、3時は50分のグループワーク。でこれも2019年から方式が変わりまして、えー、昨年まではね5人1組だったんですけれども行ってみたら8人1組だったと。 いうふうふにですねちょっっととびっくりりしたところがありますですでから8人で50分でホワイトボードにまとめてプレゼンもあるんですけども3分プレゼントもある,あるんですけどもやっぱり役割をきちんと果たせない自分があのグループの中に入ってねどういった立ち回りをするのかとよく見られてるんですよ。まあ、初めて会ったた人人ののの中でね、えー、まあ僕のゼミに来た人の場合はあの知り合い,もい,るっていうような中で今年8人のうち3人があの知り合いだったっていうようなね まあそんなこともあったんですけども、えーまあ、やっぱりその知らない人の中に入って、まあ、自分はどういったね立ち回りができるのかまあ仕切れるのかあるいはフォローに回るのか、まあ、瞬時に判断していかなきゃいけないですね周りの状況を見ながらね自分のできることをやるとで今年受かった、まあ、大学生なんですけども、まあ、どう考えても大学生だから社会人中心なんですねこの試験ですから自分がまず仕切ることはまず無理だろうというので、まあ、練習 やっててもねやっぱりなかなか司会やるってのは難しいって本人も気づいてましたからですからもう最初から自分はホワイトボードにあの論点まとめるっていうですねあのまあ初期の役割をもう最初からやるって決めていてで意の一番にですねあのもうホワイトボードに置いてあるマーカーを取って、まあ、私初期やりますっていうふうに自分から攻めていって言ったようなんですねでまあ議論しながら、まあ、こうホワイトボードにまとめていくっていう作業 やるわけけなんですけども、まあ、やっぱりそこでこう面接官見てますよね誰がどんな役割果たしてるのかって見てるんですよでそしてこのグループワークを観察していた面接官がそのまま個別面接という形で一、えー、人ずつ呼び出して面接やるんですねですからほぼねグループワークで印象できちゃってるなやっぱりグループワークでうまくいかなかった人はやっぱり個別面接でですね、あのー「なぜあなたはあまり喋れなかったんですか?」とか。 りしこの個別の面接25分なんですけどもその25分の中で比較的そのグループワークの印象好評であったり、まあ、あの時話せなかったら今だったらどう思うかなという形でですね結構引きずるんですよね個別面接の中にこのグループワーク引きずってるなっていう印象がありますので3っはグループワークショップという感じがし,しておりますまあとにかく筆記が軽いというところもあってですねあの私は一番おすすめをして、えー、いるところですね でそのほかなんですけどもまあちょっと自治体によって年齢って違うんですが、まあ、横浜市も比較的合格者が多いです30歳まで受験可能で2019年で391名の合格を出してます例年400弱ぐらい出してますから倍率もそこまで高くないと思うんですねで教養なんですがここは6060 60問というちょっと多いんです横浜の特徴としては60問のうちだいたい4割ぐらいが社会系というですね 社会科学がが多いといとう特徴がまあ,あってですね通常は数的処理が多いんですけども社会系が多いということもあってですねまあ純粋な教養試験とは言い難いところがあるんですねやっぱり社会科学で十数問出すとなるとやっぱり専門っぽい問題も出てくるんですよですのでまあどこまでこの教養でやればいいのかって結構難しい問題も公開されてないので,で、まあ、僕がアドバイスしてるのはあの社会科学でいいんだとただ社会科学も難しい問題やろうと。 例えば国家レベルの社会科学っていうのは通常の東京23区のですね専門試験に難しい問題があるんですよ。ですから社会科学をハイレベルでやっっててていいいこうねっていうね言い方をしております。横浜も結構特徴的でまあ1時合格したら2時なんですけどもまあ専門時事論文というですね通常の一般の教養論文と違ってまあ政治分野に関するものとか法律分野に関する経済に関するものとかまあ選択可能で1時間しかないんですけど750時かな。 なんかで書くとで2次は面談のところの専門知事論文で判定されるんですけども割合が2対1なんですよだから専門知事論文があまり書けなくても、まあ、面談面接でカバーすることが十分可能ですので、まあ、社会人の人にはおすすめなのかなちょっと1次重いですけどね当庁に比べると重いんですけども、まあ、面接で勝負できるとで3次の個別面接これがまあ一番比重が高くてですねあの全体のほとんどの部分を占めてる。 ですからまあ2時まで合格すればもうほぼフラットな状態で3時一発勝負みたいなところがあります。でそれからまあ横浜市、まあ、僕担当は横浜じゃないんですけども基本的にも都庁特別区っていうのがですね、まあ、あの新宿にいるもんですから中心になってくるんですがで横浜市のちょうどこの3時の面接の時期2時から3時の間に東京都庁の発表があるんですよ東京都庁の発表があるので受かったかも3時の横浜の面接でほぼほぼ行かないですね、まあ、たまに行く子いるんですけども行かないです。 都庁は最終合格すればもう泣いて確実だから。というので、三時はね、横浜の三時は実質倍率はかなり僕は低いと見てます。かなり都庁で辞退者が出るだろう。という感じがしてるので、二時までなんとか頑張ろう。三時はもう実倍率低いから、なんとかなるんで、二時まで頑張っていただきたいなと思います。で、その他、まあ、僕も担当が千葉、もう担当しているので、千葉市とか船橋とかでご紹介するんですけれども。まあ、千葉市の B. とかね、船橋 B. っていうのは、これは専門がないところでありまして。 でどちらかっていうと船橋の方がやや楽なのかなと思いますで教養でも SPI というですねもう本当民間就活もで行われているようなものを使いますので、まあ、あまり公務員式の勉強しなくてもウェルカムですよっていうのは船橋の B の特徴かなと思いますでそれからまあ2次の集団面接まあ集団面接を言いながらなんかグループ作業とかさせるんですけどねなんか変なのがやってますで3次が個別面接という感じ、ね で千葉市の B はね今年受けた子いるんですけど途中で都庁受かっちゃったからもう撤退しちゃったんですけども、まあ、あの他の自治体よりはあの大変かなっていうところがありますね2時企画提案書いてくださいとかって結構大変なところがありますでそれからまあ埼玉県ですねで6月の第4週で地方上級というので,、まあ、県,庁うで県庁とか政令市が集中するとこなんです県庁とか政令市が集中するとこなんですけどもで埼玉だとですねやっぱり専門が中心になってくるんですよね その中でも埼玉県の小中学校ジムって、まあまあ、小,小学校中学校のジムを行うんですやる人なんですけどもまあ、転々とするんですけどねエリアを転々とするんですけどもまあまあ人数出してますしで受かった子に聞くとですね、まあ、新卒と社会人というのはたい半分ぐらいやや新卒の方が少ないかなという印象を 言っ,てました言ってましたけども。というのも学校事務大変なんですよ。一人で切り盛りしなきゃいけないからやっぱりある程度社会人経験ある人の方が安心感はあるのかなというので、まあ、まあまあ僕もお勧めしてるところですね。はい、で次で受かったら論論文ととと集団討論と個別面いう感じなんです、ね、で結構この7月の教員採用試験を受ける人がですねノリで受けてるっていうところもあるので。あの 練習で来るっていうことも多いと思いますんで、まあそんなに公務員試験やってないなっていう人も来るからね。比較的縁がなくても受かった人いますよ。本当埼玉全く縁がないけど受かったと言います。まあ行かなかったけどね。で、それが六月の第四週っていうのはかなりね公務員試験に集中するんですね。六月第四週って地方上級まあ県庁とか政令市以外にも市役所主要な市役所がまあ平肝させないようにっていう形でぶつけてくるんですよ。 で都内の市役所もちょっとずつ増えていてまあ調布八王子町だっていうふうにちょっと増えてきてますでそれから今年千葉県の市原市っていうところがずっと C 日程だったんですけどなぜか A 日程に上げてきちゃいましてまあ、A と C って2つやるんですけどでそれから神奈川県内の市役所ですねはいが多く実施をして、えー、おりますまあ相模原川崎、まあ、この辺りはね 川崎ちょっと専門があるからお勧めしないんですけど相模原35歳までっていう年齢が高いので次ご紹介しますで6月がひと6月はやっぱ一つの勝負どころなんですね公務員試験のねで7月第4週に市役所 B 日程っていうのがあるんですけどもまあかなり今減ってきてるなっていう印象です教養で受けれるところあるんですけど都内だとまあこんなところ、まあ、神奈川だとまあ小田急線沿いの一部の市役所あるいは町役場と。 いう感じで今ちょっと B 日程で目ぼしいのがなくなってきてますんで受けないっていう人もかなり増えてきてますね。はい、でそれからまあ9月の第3週が C 日程と言われておりまして、えーまあ、埼玉県内ですね埼玉県内とか茨城県内の市役所がほぼ一斉で、まあ、ほぼほぼ茨城は共用だけですね、はい、で埼玉も共用のみという感じで。 ですまあ、都内の市役所も一部ありますけど、まあ、イメージ的には9月第3週ってと埼玉茨城かなという感じ千葉が一部あるという感じで埼玉県のね市役所9月第3週おすすめしたのは川口ですまあ何て言っても人数が多いっていうことですね69名で非常に多いよというところで,で1時から面接やるっていうちょっと変わったところなんですよ、まあ、面接カード面接カードってますエントリーシート持ってきてくださいっていうので受け付けた時に5分ぐらいなんか面接やってでこれ受かったら今度教養ね 受か,いいか,からなくても教養を受けさせてくれるんですかね。でこれで合算して1時合格を出してで2時来てくださいである年は2時までしか案内がなかったんですけど3時やりますよって後から追加的にですね言い出して結構日程引っ張られたっていうことが、まあ、あ,のありました。でそれからまあ10月まで実は公務員試験やってましてで、まあ、神奈川県庁の秋チャレンジ試験っていうのがあります。 昔はね、春にやってたんですけども春にやってもやっぱりみんな逃げちゃうんでまあ、あの秋にこうずらしてきたんですこれも30歳まででありましてで、去年49名出してますで教養と論文と自己 PR シートで、自己 PR シートってのは志望動機とか経験を書いてとか経験の生かし方っていうまあ1時間で書ける範囲大体いい1,000字ぐらいですかねで2時はこの自己 PR シートを,をプレゼンしてくださいと個別面刺でプレゼンしてくださいっていう。 まあ2回行かなきゃいけないんですけどね集団討論と面談というのは1回1日で個別また別途やりますという形で、まあ、2回行くというような形ですですからまあ教養ベースであってもですねそんなに受験する機会が極端に少ないというわけではないのでまあぜひ安心してもらいたいというふうに、えー、思います受けるとこ少ないんじゃないかなっていうふうにね思っちゃうとなかなか動きにくい と思いますがままあ、まあからね。安心してくださいで続いて今度は30歳を超えてるという方ですね、まあ、一般採用ちょっとご案内なんですけども、まあ、極端にやっぱ30歳を超えてくるとですね一般採用は少なくなってまいります。でその中でまあこれは僕が担当してるっていうところで、まあ、東京都千葉県庁なんですけども、まあ、この2つちょっと中心にご紹介をしていくとですね、まあ、5月の第2子に東京都一類 A という試験があって。 でこれ31歳までなんですよ31歳までで今年87名の合格を出していますでこの東京都 1A っていうので 1B って何が違うかっていうと 1A で受かるとですねあの3年目スタートなんですね、はい、なのでまあ一応引率レベルっていう体で試験をやってます、はい、まあ年齢は24歳以上受験可能でまあちょっとこう大学生では受けられない、まあ、受けられる人いますけどね一郎一流とかしてる受けられますけどそういう方でも 1A で入ったっていうのは 結構も数見てますよ、はい、で、まあ、一般採用の中では3年目スタートっていうかつ都庁っていうところでは非常においしいとこなのかなというふうに思うんですけどもただあの新方式と違って結構手間がかかりますそれなりの勉強が必要になってくると思ってください。で一次試験はですね、まあ、教養40問、えー、それから論文、まあ、これは都庁都政の論文っていうイメージですね東京都の政策を踏まえながら書いてくださいっていうふうに結構ハードル上げてきます。 でかつまた専門論文というか形で、まあ、これが長いんですよ2.5時間と非常に長いで一問も筆頭なんですね一問筆頭というか選択で一問書いてくださいという感じで、まあ、あの大学院でねロースクール行ってますとか経済系の大学院行ってますよっていう人は、まあ、あのそれぞれの専門を生かして論文選択できるんですが、まあ、大卒ですっていう人の場合は大概この公共政策を選択します。 公共政策であまり重視されてないんじゃないかなと私個人は思ってるんですね実質まあ都庁の一例はだいたい共用で半分ぐらい落ちてるんですよ共用で半分ぐらい落としてその分まあハードルがそれに高いのかなとでそれからあと論文で次落ちてるねっていう感じあんまり専門論文で落ちたなっていう印象はないですねで合格されると2次個別面数なんですけど今年はもう面数2倍いってなかったですね1次でかなり絞り込んでた 印象ですので、二倍いってるか、いってないかっていう感じじゃないですかね。で、三十分、一回なんですよ。三十分、一回なので。まあ、あの、ちょっと三、三十一までって、ちょっと微妙な、あの、年齢で、制限ではあるんですが。まあ、あの、チャレンジしたいなっていう方は、また、まあ、私も。都庁一、a 講座。この公共政策であったり、論文対策っていうのを別途講座やっておりますので。えー まあ必要に応じてです、ねえー、お問いいい合わせいただければなと思いますでそれから6月の第4週は、まあ、地方上級試験の日あるいは市役所試験の日なんですけども、まあ、僕が担当してるっていうこともあっておすすめしているのは千葉県庁の B ですねこれ千葉の一人におすすめしてるんですけどもねで35までなんですよで千葉県庁って経験者さえやってないんですね経験さえやってないものですから、まあ、ちょっと年齢が高くまで採用してくれるとでちょっと今年で11人と少なかったんですけどもまああのー 受験者も減ってますけどね、まあ、11人ちょっと少なかったんですが過去最少になってしまいますけど、まあ、多い時きは24名取ったことありますね24名取ったことありますさすがにちょっと今年2 0二千1 9年はまあ千葉校からこの千葉県庁 B に合格した人っていなかったんですけども昨年おととしはね2名ずつ出してますね2名ずつ合格していただいてますのでまあノウハウも私はあります、はい、で一時はねこれはこの教養と論破通常の 試験と同地方上級の教養で千葉県庁の通常の論文というのをやってください。でそれから自己 PR、C、とこト2時間ぐらいかけて書くんです。2時間ぐらいかけて大体 A4 版で3枚ぐらいの記述ってかなりボリュームはありますね。で一時合格すると大体面接は3倍ぐらいですね。一時合格者の中で3倍程度がまあ2次 のに進めるのかなという感じですけれども、で、まああの集団討論と個別面接というのになってます。で、集団討論は事前にテーマが発表はないです。テーマが発表はない。まあ当日行って60分で6人でやってください,という形ですね。で、これ別なんですね。集団討論の人個別面接の日って別にってなってまして。 で個別の面接はですね、この一次試験で書いた自己 PR シートを活用して、まず5分間で全体紹介してくださいっていうのがあって、で30分話をするというような形をとってます。なので、まあ、結構実技的な要素強いですね。はい、で、自己 PR シートはだいたい毎年内容変わらないので、事前にまあ準備していけばですね、ほぼほぼアウトプットできるかなと思います。で、今年ね、もうちょっと落ちたっていう印象の惜しい人がいたんですがやっぱ共用でちょっと足切り食らったかなという感じでした。 なのでちょっと千葉県庁の B を考えてる考えようかなという方はかなり教養の勉強を、ね、しっかりやっていただく必要があろうかなと思います。でそれ以外で言うと6月第4週は相模原をお勧めしてますね政令指定都市で、まあ、35までこの相模原はやっぱ経験さえやってないんですよやってない。で教養が30問で数的半分ぐらいっていうふうに聞いてます問題は公開されてないんですが。 1>, で1時は教養だけで,で受かったら2時で論文と個別面接になっています。で論文がですね結構社会人に有利なような内容なのかなとちょっと今年の相模原の論文どうなったのを聞いてないんですけどもあの去年なんかだとそのシチュエーション問題みたいな感じで、まあ、あ,のある人がですねこのクレームを受けてでそのクレームに対しての対応したっていう事例シチュエーションを書いてあるんですね。でこれを読んで、まあ、あなただったらこのどう評価をしますか でもしダメだと思ったらどうあの改めた方がいいと思うかっていうような、まあ、事例問題みたいな感じなんですね。ですからまあ社会人経験のある人にとっては入りやすいのかな、まあ、去年受かった人はやっぱりこの営業やってた人なんでまあ書きやすかったですよと言ってました。で「個別個別」という感じですね、はい、で相模原は年によるんですけど二次募集かける年もあって、まあ、10月の第3週あたりにこう実施をするっていう年があります。 今年はやってななないいんんじゃないかなと思うんですけどねそれからさらに年齢が高いということで大和ですね大和市、まあ、これも神奈川にあるんですが40歳まででで教養で SPI だけなんですよ一時試験非常に簡単楽ですただ大和の場合は二時でこう作文書かせないんですよねじゃあどうなのっていうと作文ないのかってそんなことなくってあの申し込み時にですね1,500ぐらいかな1,200かな1,200ぐらいのやっぱこう作文書かせるんですよこれ反転に使ってるのだどうか私もわからないんですが ちょっとこうエントリーするときはちょっと重たいっていうところがあります、ね、で2時が集団討論と個別の面接で,で受かったらまあ3時ですよという形でちょっと変わっているのその大和市の募集の仕方ってその年の10月枠っていうのと翌年の4月枠っていうのを別枠でこう募集をしているです、ね、ですからまあ10月枠だと大学生は受けられないんですよもう10月1杯からすぐ働いてもらえますよってことなんで6月試験やって10月1杯なんですよ なので、まあ、早く転職したいっていう人から相談を受けた時に、まあ、38歳で入った人いるんですけどもこの10月枠でね入った人がいるんですけど向かったと話を聞くと、まあ、入庁してから来てもらって話をしたらいや意外と30代多かったって言ってましたね。同期は30代多かっっったなてて言ってましたよというので私はまあやっぱ30代、まあ、ちょっと年齢いっちゃったっていう人には、まあ、一般で練習に行こうかなっていうのを大和おすすめしていますね。 それから7月の第4試に秦野っていうところがあって年齢フリーなんですけどもまあ僕はもうおすすめしてないですねもう練習で行くぐらいならいいんだけど期待はしちゃだめだよと年齢不問とかしてますけども、まあ、実際にですね、まあ、受かった子僕見たことあるんですけど秦野で地元であの大学生だったんですよだからかなり地元の人優遇してんじゃないかなっていう印象が僕個人はあって秦、まあ、野はまあ練習ですよとでしかも持参しなきゃいけないですねあの 受験,受験の,あの申し込み書とかで一次試験も教養30分やった作文60分みたいな感じで、まあ、日曜日潰されちゃうわけなんですよですからまあ肌の行ってもいいけどあんまり期待せずどっちかっていうともう鶴巻温泉でも入ってね温泉でちょっとのんびりして帰るぐらいの手だったら行ってもいいんだけどっていうぐらいの言い方をさせてもらっておりますあんまお勧めしてないです。 で9月の第3週に、まあ、千葉だと我孫子がまあ一応345ぐらいまでやってはいますけどもねやっていますけどでただここちょっと変わってるのが2次の面接がですね集団って私書いたんですけども2次の面接っていうのが何ていうのかな,なんか会場ちょっと大きめの会場でブースになっていって10分ずつ回っていくみたいな感じなんですよ10分ずついろんなこの人に見てもらうみたいなちょっと変わったやり方をねあのしていますね で続いてお待たせしました経験者の採用に関ししてて、えー、ご案内していきま,すまあ自分担当上やっぱり東京千葉というエリアなのでまあちょっとあの千葉多いねっていう感じがすると思うんですけども、えー、経験者採用って大体9月以降なんですが、まあ、7月にですね第4週に桜っていうこれ千葉のねもう成田の手前なんですけどもでここがまあやってるんで練習で行ってもらってる感じですね。 まあ東京の人にはまあ一応練習で行ってごらんという形で経験採用ちょっと雰囲気をね味わってみようっていうのでまあ単独でやってるもんですから結構行ってもらってるんですね。で一応もう経験採用の場合は年齢とあとは職務経験の年数っていう要件が入ってきてまちまちまなんです。例えば佐倉市だったら5年以上なんですけどもただそのまあ例えば1年単位で通算可能だから、まあ、1年2年2年。2年 3社あって1年2年2年で通算5年になるんですけどもただ35時間以上の勤務じゃなきゃいけませんよとか例えば東京23区だと29時間以上でいいよとまあ要は厚生年金あれば大丈夫ですよみたいな感じで別に正社員じゃなきゃいけないってことないんですが35時間以上だとほぼほぼ正社員じゃないと無理なんじゃないかなっていう,こういう要件をかけてくるところもあったりします。でまあもう募集もね数名っていうじゃ少ないんですけどもまあ受験者もかなり多いです。 はい、僕はかなり進めていいるでで多いですで1時はね教養でそれからまあ作文、まあ、800字かな、まあ、自分の経験の生かし方っていうような感じの書いてもらってで2時が集団面接で3時が個別面接という形で展開をしていきますちょっと実は私も桜市合格したっていう人見たことないんですよね経験者でね、はい、まあちょっと練習で言行ってもらってるんですけど、はい、ちょっと合格者見たことはないんですまあそれ以外にも探せば結構あるんですよね 佐賀は6月の下旬あたりに仙台市があるとか広島県庁やってますねとか千葉の野田市がやってたとかっていう感じで経験、まあさあ経験されて6月でもやってると地方でありますから必ず調べてください県庁政令市なんかでもやってます、はい、もう通常の一般試験と同じ日にもう経験者もやっちゃおうっていう6月の地方上級ですね6月の第4週の地方上級の日にもう経験者っていうのもやってるところもありますんで、まあ、ちょっと調べていただければなと思います。 それからまあ関東だとね一番受験者が多いのは9月の第1週でありますけど特別ですね東京23区で23区はね2019年から試験方式が非常によく変わりましたはいでもう1級と2級っていうふうにあ,のあっさりさせるとともにですねで2019年から年齢上限と撤廃しちゃったんですよ 去年までは例えば一級職って二十八から三十一ねとかっていう,ふうにそので三十二から三十六三十七以上みたいな感じでこう年齢区分してたんですけどもまあそれもう取っ払っちゃったんですよねまあ一級職が二十六歳以上で四年以上の勤務が見込める人だから年齢上限はなくなったんですで二級職も三十以上で八年以上その八年の中には四年は同じところでなければならないっていう要件になった。 でこれでどう動くのかなというふうに、まあ、私も読めなかったんですけどもおそ、まあ、らく一級職に集中するだろうなと思ったんです。というのも大体経験採用って通常はもう本当スタートはみんなあの学生と同じスタートになっちゃうっていうのが通常なんですね。そのの中であの特別の二級職とい,いうのでかつてはまあ結構受刑者多かったんですけれどもでもやっぱり。 2桁で見るともう今年も,もう何人か僕見てるんですけど去年までだったら2級職を受けなきゃいけない人が1級で一次試験合格今ちょうど僕面接ゼミやってるんですけど特別区の経験者の面接ゼミやってるんですけどまあ2級でも受けられるけどやっぱりまだちょっと、ねまあ、あの経験値っていうところを考えるとまあ1級でいいかっていう形でねでやっぱり募集人数も後で1級の方が多いんですよ 2. 何倍出すんですよこっちの方が。なので やっぱり一級職に集中しちゃうんじゃないかなと思ってたんですけどもで実はふた上げで見ると一級職で1,600人ぐらい受けてるんですねでこっちは800人ぐらいかなっていうふうにこっちに相当人がいった感じがしますで今年はね一次試験どちらも倍率が4.7倍でした、はい、どっちも一次試験4.7倍で,でこのあと面接がどうなるのっていうところですけど多分一級だと2倍いかないかなと一位受かればまあ二次は2倍いかないかなと 2級証だと3倍程度と見込んで今ちょうど指導しているところですやってるところでありますで一次試験の内容なんですけども1級2級ほぼほぼ共通で,で教養はあの35問なんですね35問十五、はい、問でまあ数的文書を時事まあここまでが必須で,であとはまあ 知識系ちょっと選択してくださいっていう感じです。でこの教養に関しては、まあ、足切りだけなんですね。足切りだけでね、点数化されないんですよ。点数化されません。まあ、要はこの論文、あるいは経験論文、2本の論文、知識で書いていただくんですが、この論文を読むか読まないかの判定にしか使わない。ですから、点数化されないんですけども、今年やっぱ1,600人受けてますからね、1級職の場合。やっぱり例年よりボード上がるかなと思ったんですけども、も思ったほどではなかったです。 思っったたじゃなかったあの35問中18問で合格してる人いましたので,でそれでも5割強化ね5割は超えてなきゃダメだね去年はで、ね、5割超えてなくても勝ってたんですけどやっぱ5割は超えたのかなという感じがしますでそれから、あのー、逆に6割ぐらい取れても落ちる人いるんですよ35問のうち21問取れたんだけどでも落ちましたって人もいてでそれやっぱ論文なんだよね 50点50点で判定するんですけどしかも戦略事情を書かなきゃいけないんですね。で日本論文書いてねっていうところが結構重くてこれ他の経験したに比べて論文が非常に重いです特別も、はい。でこれ合格すると、まあ、2次の面接1回40分やってで最終合格しましたそうするとあとはこの個別の区からまた呼び出しがあってですね、まあ、採用面接っていうのをやって決まると。はい、で 僕今まで見た中ではまあ大体最終合格された方って区面接ですっと行ってるんですけど今までで人人ちょ名説落ちょっっと落たたてい,う人いたんですよね、まあ、それでもやっぱ最低時っていうのが次の1か月後ぐらいにあってで、まあ、皆さん足立区に拾われてあの行かれたというところで、まあ、少なくとも僕は最終合格した人であの就職できなかった転職できなかったっていう人は正直見てないです。 それからまあ9月の第3週にですね、まあ、9月の第4週にあの県庁とか政令市が経験者やるんですけども空いたところでちょっと9月第3週穴場で松戸というのがあります千葉県の松戸で、まあ、31歳以上で、まあ、5年以上ですよと、まあ、1か所は2年以上で OK とで去年31歳でですねこの松戸に受かったって人いてあの多分最年少だね、三31以上ですから、はい、でただ松戸結構僕おすすめしているのは教養が軽いんですね もう知能しかやりませんってんですなっています。で作文も 1, 1時間800時とかで松戸のなんか町づくりっていうのは大体コンセプトの問題ですね。自分の経験書いてっていうことはちょっとないです。で松戸はですねこのエントリーが重たいんですよ。エントリーシートを書くのが重たい。もう自分の経験1500字書いてとかですね死亡動機書いてとかですね。まあ大体 A4 で2枚ぐらいは。 あの埋めてていいいいかななきゃいけないというとうころがあってあの読んでるか読んでないか分かんないですけどもただ一応それ書いとかないと受験票くれないからあの8月上旬は相当松戸の資料作りっていうのは結構時間を使ってますね。でだいたい1時が5倍程度かな意外と高いんですけどで、まあ、2時は3倍程度っていうイメージなんですけどもで、まあ、7分プレゼンをやるっていうとこが松戸の特徴なのかなと思います。 で一次試験受かってから2時までの,そのプレゼンテーションの資料を出すまでの時間がすごく短いので非常に詰め詰めですね去年も、まあ、受かってからやったんじゃなくてその方は大体、ね、松戸で松戸か特別区かっていう感じだったんですけど、まあ、松戸は住んでだから縁があるからっていうので結構松戸の力入れたんですよでかなりその、まあ、の事前に準備してたので、まあ、そのまあギリギリになりましたけどプレゼン資料はかなりいいものが出せたという感じです。 でこの7分のプレゼント面接っていうのはセットになってますけどね。7分のプレゼンやって質疑応答でまあトータルで40分っていうような感じではあります。で9月の第4週は千葉市でそれからそれ以外にもですね下見ていただきますけども埼玉県庁埼玉市神奈川県庁横浜市などまああのいわゆるその地方上級県庁政令市の経験採用というのがあ,のあります。 で横浜市はやっぱり人人気でですすね人数が多いです例年、50ぐらいは合格者出してますので特別区に次いで合格者はが多い横浜市かなという感じです。あとは、ね、県埼玉県、埼玉市も一桁ですし千葉も大体一桁かな、うんで。川崎もですねあるんですけども10月第3週今年はもは台風の影響で10月第3週できなかったものですから11月伸びるみたいなちょっとアクシデントがあったんですけどもやっぱ受験者多いですね。 かあの川崎ね空いた日程だからっていうのもあって受験者多いですで合格人数も10人ちょっとぐらいなんですが倍率がやっぱ高いですねほんとね去年受かった方いるんですけど横浜はダメだったんで川崎受かったっていう方いたんですけどもで川崎の経験者の特徴って集団等をやるってことかな他では経験者で集団トーやるとこないんですよね僕が知る限りです川崎ぐらいかなっていう感じまあ越谷もありますけど人数少ないちょっと置いとくと ままあまあ募集人数があって合格者もあ結構いてねっていうところで言うとちょっと為替が特殊なのかなと集団取ーやるっていうところが特徴として挙げられます。で今までねお話ししてきたことを踏まえてちょっとうちの講座のご案内をやらせていただくんですけどもまあ一般採用の方であれば市役所教養コースで経験者の方は経験者を受けるよっていう方。 経験者も受けるか受ける、受けられる方、経験者受けられる方は経験者採用洗顔コースがおすすめです。まあ、教養ベースでやっていただくということをね、念頭に置いております。まあ、それではこちらのパンフレットね使いながら、まあ、どういった講座内容なのかということをまずご紹介したいと思います。で、まずですね、市役所教養コースというところからご紹介をさせていただきます。 市役所教養コースという形ですね。まあ、かなりカラフルに今年なってるんですけどもまあ、まずは教養の卓一っていうことでですね。あの、教養の卓一っていうことで、えー、教養マスターということで、数的と社会学と文書理解で、これ全てウェブで聞けます。うちの講座全てウェブで聞けるようになってますので、えー、通う必要っていうのはほぼほぼないです。ほぼほぼ。ない でこちらでですね教,教養マスターで講義を聞いてもらってで数的に関してはですねやっぱアウトプットが必要だろうということで、まあ、こちらの右側見ていただくんですけどもあのこの数的処理プラクティスとかねあとは過去問解きまくり解説講座ということで、まあ、講義を聞いてもらってこれ演習問題でこれは演習問題に関する解説をしてますから講義を聞いた範囲の演習問題をやってもらって解説講座がある演習問題をやってもらってでインプットアウトプットっていうのを両方並行しながらね やっていただけるといいのかなと。思います。ま110問解説してます。110問解説してま,ますので、かなりのあの確率で解説講義に合うことができるんじゃないかなと思います。で、ここはまあ主要な科目ですね。それからまあ、あの受験先によってどこまで必要かっていうのはわからないんですけども、まあ、いわゆるこの教養セレクトって書いてあるんですけどもまあ、日本史世界史地理といったような人文とかですね。 それから、まあ、あの生物、知学、科学、物理っていう、まあ、自然科学人文、自然ですねで。これ受験先によってどこまで必要かってかなりあの違いがあ,のあります。で、ここが択一です。教養マスター、教養セレクトは択一試験で。それからまあ船橋みたいに SPI ですよってののため人のために SPI 対策講座も入れてます。でそれからまあ直前期に時々聞いていただきます。 それから論文ですね。論文も講義とですねそれからまあ実際に添削っていうですか書いていただいて添削しますよというのは別講座になってましてで1回講義を聞いてもらって1回答案練習をやりますで答案練習は3問1回3問のうち1問選択していただいてでそれを出していただくというでそしてウェブ上でですねウェブ上で添削済みの答案を、えー 返却するという形になりますでそれ以外にもね面接対策どうするのっていうとまあこの辺りですね、はい、面接対策講座ついてますし、はいでまあ、通常の面接マスター2回聞いてもらってであとはある程度の、ね、都道府県別っていうところもあったりしますこちらがまあ市役所の教養コースですでそれから経験者の方には経験者の 経験者受けられますよという方はぜひ経験者採用洗眼コースをご検討いただければと思います。で、教養コースはあまり変わらないです。はい。まあ教養マスター29九回これ同じですしで、それからあの教養セレクトっていうのも変わりませんしね。セレクトでも変わらないし、で数的の演習講座も同じですよ。で、じゃあ何が違うのかっていうと、えー、論文の扱いがちょっと違う。 出るんですね。論文の扱いはちょっと違ってましてで論文がですね、えー、特別区を念頭に置いて、うちは論文講座2つご用意させてもらってます。で、通常は経験論文だけでいいんですけども、特別区だと2本論文書かなきゃいけないんですね。経験論文と課題論文っていう2つあるのでで、特別受ける人向けに論文講座を2本用ご用意させてもらってますで。 実際にこう講義聞いて書いてて書もらうののは経験論文のみなんですね。1回書いてもらってで3回添削しますよと。で毎回そのお題は変わってくるんですけどね失敗した経験書いてくださいとか、まあ、チームで成してくたこと書いてくださいとかってお題は変わってくるんですけども3回実際に書いて添削させてもらいます。でこちらの論文マスターに関してはですねあの論文通常の課題式論文に関しては添削なしです。講義を聞いていただくだけです。 でこの講義のテキストの中に回答例が入っているものですからその回答例を使いながら自分なりのですね、えー、模範答案っていうのを作って持っていっていただければ対応できるようになってます。はい、で基本的に特別区ぐらいなんですよこの論文マスター必要なの、まあ特別区ぐらいなんですよね。も、まあ、もちろん松野も あ,のあるんですけど松戸は経験論文じゃないんですがあそこ松戸の町づくりみたいなコンセプトなので一般的な書き方じゃなないんですよね、はい、で一般的な通常の学生がやるような論文を出すのは特別区なので今年だったら地域いいコミュニティの活性化とかっていうような通常の試験出るようなものを、ね、あの出しておりますので。 まあちょっと特別区受けけるる人向けについいててと思ってくださいでから特別区以外の経験者ではいらないしでまたあの経験者だけじゃなくて一般の市役所受けますよっていう時には使えるようになってますのでまあ,あの単純に経験者だけじゃなくて通常の一般の自治体を受けるっていう時に出てくる作文にも対応できるようになってると思っていただければと思います、まあ、経験者も受けるよう一般も受けるようっていう方は経験者用の洗顔コースで大丈夫かなっていうふうにね あの思います、はい。で、ちょっとこの講座をベースとしつつ、勉強の仕方について、えー、ご案内したいと思います。また私のレジュメに戻っていただくんですけども、まあ公務員試験は三つの関門があると思っています。まあまずはやっぱり第一科目で教養の確一なんですねマークシート、これを突破しなきゃいけないと。で、その次は論作文、で最後に面接っていうふうにまあ三つの関門があるなと思ってます。 で第一関教育卓一なんですけどもこれ受ける先によってですねちょっと問題数違います、まあ、大体40問筆頭というのは主流なんですが、まあ、例えば東京都新法試系だとか35問ですとか特別の経験者35問ですとかっていうふうによって構成は違いますけどもねで受ける先によっては例えば東京都とか特別区の経験者だとやっぱ一定の点数ないとあの論文読めませんよとか一発アウトですよっていうところがあのございます。 で受ける先でどういった内容なのっていうのはねあの、どういう問題構成になってるのかって、ちょっとお調,べてお調べていただいたり、あるいはうちのこ,こちらの方ですね、このこちらのほうであの、どこの自治市役所はどんな構成になってますよっていうのは書いてありますので、見ていただければなと思います、こんな感じでね、はい、こんな感じで出題、市役所。 市役所の教養ってのはこういう構成になってますよとか横浜市の事務はこんな構成ですよとかって書いてありますそれから東京都庁の一般方式がこんな構成になってますよって書いてありますのでまあ,あのちょっと必要に応じてパンフレットで確認していただければと思います一般的になかなか物申しにくいんですよね一般の市役所と都庁とかで全然違うんですよその問題構成が一般の市役所だったら数的と文書がだいたい5割 なんですけれども一般の市役所の場合例えば東京都の新方式だとあの30問がですねあの数的と文章ですねあごめんなさい新方式今年から35問になったんだ35問中30問ですから非常に割合が高いんですよもうねほぼほぼもう知能だよね数的文章だよねっていうところがありますでの経験者もも問はもう 数的と文章という形になっていますですからまあ知能系重視っていうのはもう間違いないですでそれから知識系ではねあの社会系を抑えてもらった方がいいと思います僕は社会科学社会事情がいいと思いますやっぱり人文自然やるよりも社会科学ってある程度まとまったものでやってもらう方がいいと思うのはやっぱり時事をやる上で社会科学の知識ってっ非常に必要なんですよ やっぱ選挙の時事を知るためには選挙制度を知らないと始まらないんですよ、ね。で国際的な動向の時事はやっぱ国際関係って何とかって知っとかないとやっぱり対応できないんですよ。まあ、そういう意味では人物全員やるよりもですね社会知識では社会系を重視した方がいいのかなというふうに思っております。でそれからまあ短期学習法というのを名付けたんですけどもやっぱりこう短い期間で効率よく勉強する。 まあ人向けにちょっとお話をさせてもらうんですけどもでまあまあ講義を聞いてもらってですねで演習やるんですけどもやっぱり受験先のレベルの過去問演習やってもらうのが一番いいのかなそれを超えるレベルまでやる必要はないですですから受ける先っていうのを決めておかないと受ける先を決めればどこまでのレベルの択一やればいいのかって見えてくるんですよね見えてくるんですでそれを考えずに始めるとあのひっちゃかめっちゃかとは言わないんですがまあ不要な エネルギーを使ってしまう自分は特別の経験者のどこどこの市役所とかって決めればですねまあ必要な範囲が見えてくる、ね、必要な科目数とレベルが見えてくるでそれが一番あの合理的なんですよでそして閉館のたたためめめににをすする勉強量増やすっていうのをやといいいてもらった方がいいと思すあくまでも自分が第一希望というのを決めてで第一希望で必要な範囲の中で受け入れるところを探すっていうのがあの費用対効果の高い学習法だと思うんですね 第二志望第三志望のためにね勉強量を増やす科目数を増やすっていうのはこれは本末転倒なことになるんじゃないかなと思ってますで一応中の方でつけましたけどもその一般の市役所ってあの過去問がね公開されてませんから、まあ、東京23区レベルの問題ででいいと思うんですで例えば千葉県千葉市を受ける一般で,ですよ受ける人の場合は国家レベルでやった方がいいこの県庁政令市も過去問が公開されてません 東京23区特別区の経験者採用しか問題の公開をしてないんですね。特別の経験者採用しか問題公開していません。ホームページで。過去3年分ぐらい取れます。三年分ぐ取れます。で、それから、まあ、区政会館、飯田橋に区政会館とかもあるんですけれども、そこを置かずにいただけると。過去10年分ぐらい取れます。問題と回答取れます。ですから、経験者を限定で受ける方は、もう。区政会館行ってもらって。 どんななレベルなののってていううを確認してもらうで大概まあ,あの経験採用ベースでやってる方の場合はやっぱり一般の受験の問題って難しいっていうのをやっぱ感じる方が多いんですよね。じゃあ経験者の過去問やっっててみて,っていうとあ5割はいけるかなっていう感覚になるみたいでなので、まあ、僕もこの相談を受けながらですねタイミングなんですけども、まあ、ゴールデンウィーク明けたらねもうあの特別の過去問経験者の過去問で。 学んでくださいっていうふうに、まあ、アドバイスをさせてもらってます。で、短期で勉強する、まあ、働きながらっていう方の場合は。まあ、親、まあ、土日って書いたけど、休みが土日じゃない人もいると思うんですが。その休みの日に講義を聞いてもらう人ですね。私。で、例えば、まあ、土日が休みの人はの土日に、まあ、二コマを聞いてもらう。で、四コマ聞いてもらって。で、平日、月から金の間でですね。月から金の間で。土日に聞いた範囲の。 復習をしていただきます繰り返して、まあ、問題を解きながら解き方を覚えていただくでやっぱ数的って日やらないと忘れてしまうってよく言うんですけどもですからな、ま、な、あ、なるべく日を置かいいいでやっていただければなと思いますで数的100点取る必要はなくってあの、まあ、5割あは絶対割っちゃいけないよということなので、まあ、数的の中で比較的やっぱ図形とか空間が苦手だって人多いんですけどそれはそれでしょうがないんですよ。 はい、取れるものを取っていくと得意分野伸ばしてもらう方がいいと思いますでまあこれはもう時間によるんですね時間によるんですよあともう半年ぐらいしかないっていう人の場合はちょっと詰め詰めだけど1年ぐらいある人の場合は土日にあの4コマ聞く必要ないですよ1年ぐらいあれば土日に2コマでいいでそれから土日に土日休みの日には僕私のところでは聞いてもらうだけにしてって演習はやらないようにしてもらってるんですよ やっぱり聞くだけでもうその後はもうちょっとリラックスしてくださいと休みの日は聞くだけで平日にまあちょっと演習やるっていうスタイルでいいかなと思ってますそれから文章理解なんですけれども講義はもう聞かないでもらってますね私のところではねというのもあの数的と違って解き方の放送がないんですよ文章理解っていうのはなのでまあうちの問題集ですね、はい、問題集をあの通勤時にやってもらった もう立ちでででもいいいんんすす別に座ってやそうないんですよねだからあの朝の通勤の間で20分でも30分でもそれを習慣づけていただくってすごく大きくて例えば1日30分周囲5日やったら2.5時間なんですよ2.5時間文章理科やってるんですよっていうふうにすごい差が出るわけですねこれが合理的な学習だと思ってますでそれから社会科学もね、まあ、先ほどと同じでじで、まあ、聞いてもらってやると聞いてもらって平日復習みたいな感じでいいんです で並行はしない方がいい数的が終わったら次じゃ社会科学行くみたいな感じでこういう順番でやってもらったらいいと思いますで自然科学はですねもしやるとしたら文系だと生物地学だけですね生物地学だけで人文科学はですねこれはもうちょっと試験集によって出題数が異なっていますので、まあ、扱い変わってきますだ一般の市役所とか県庁だと7問ぐらい出るんですよ人文科学となるとやっぱ聞かざるをやらざるを得ないな だけども例えば都庁とか横浜のようにですね、まあ、取材数が少ないあるいは特別区経験者のように、まあ、そもそも人文自然って選択しなくていいっていうような主験修の場合やらなくていいです。でこれは受ける先でどれぐらいのボリュームがあるのかということですよね。例えば地学1問とか生物1問のためにやるっていうとそれよりは絶対文書理解とかあの数的で稼いだ方がいいですよね。っていうふうに費用対効果っていうのをちょっと意識していただきたいんですよ。 でうちの例えば日本史とか世界史って10時間講義があるんですね。1問のために10時間講義いくか。というとあまりひよ太鼓よくないね。で1問だと絞りづらいんですよ。どんな問題出るか分かんない。やっぱ5問ぐらい出るようなあの科目だったら広くやっとけば当たるよねっていう感じになってくるんですよね。というふうにちょっとあの受ける先でどれぐらいの肘を締めてるのかなというのはちょっと意識してください。例えば地上だだったら世界史に2問,3問出るんだ サ問モンなどやっとこうかなと思うんですけど、一問だったらどうかなと思いますよね。でそれからあの試しに関してはもう試験直前期っていう感じで1、一二ヶ月前なんですけども、で春の試験の場合はまあうちのこの講座の中にですね、講座の中に時事白書ダイジェストっていうのが入っておりますので、その時事白書ダイジェストを活用してもらえればいいです。でただ経験者採用って秋試験なんですね。 秋試験うちのこの「時事白書ダイジェスト」っていうのはだから基本的に前の年の内容なんですね前の年起きたことをベースにテキスト作ってますだけど秋試験9月試験とかだとその同じ年の6月ぐらいまでが試験入ってなりますんでなのでちょっとこの「時事白書ダイジェスト」では対応できないんですそういうことになって私毎年7月末ぐらいにはですね 秋試験向けの時事、問題演習講座っていうのをあの別途有料配信なんですけどやっております。やはりその年の6月までなので、やっぱりこうテキスト作るってちょっと無理なんですよ。なので、重要なんじゃないかな。まあ、基本的に僕は特別区の経験者の加工問題傾向を踏まえて作ってるんですけどで、また横浜の経験採用って時事がすごく多いんですね。 時事がすごく多いので、まあ、特別区横浜あたりの経験者を受ける人向けっていうのであの制作させてもらってるんですけどもまあこれは経験者を受けるよっていう方の場合はあの時事白書よりはこちらをお勧めいたしますでここまでが第一巻ですねで第二巻もやはり論作文、まあ、経験者の場合は職務経験論文となりますで、まあ、市役所 では、まあ、作文でありましてで出るのが比較的よく出るのが自分の経験に関する作文なんですね。自分の経験をどう生かしていけるかとかであとは住民の満足度の向上とかですね行政の経営に関してとかあとは地域活性化ですね。いいいいたいこの辺りを用意していけば当たる確率は高いと思いますで実際今年特別の経験者は地域コミュニティの活性化でしたしね。 でこれはもうあの論文マスター先ほどご紹介しました論文マスターの講義添削を活用していただきたいなと思います。で論文マスターのテキストの中にあのじゅ効率化はの回答例とか地域活性化の回答例とかありますんでまああのそれを使ってもらっていいと思いますし。でそれからまあ県庁もね県庁例えば千葉県庁を受けますよとかっていう人の場合はあのー。 自分の経験について書くっていうよりもどちらかというと行政課題のテーマになってきますのでまあ県庁の論文対策はですね、まあ、あの論文マスターもやっていただきますしでまたあの集団討論を課すところもあると思うんですね。で集団討論を課すっなるとやはりあの県庁でね集団討論を課すところだとかなりですね練習も必要になってくるよということで,でうちの講座 先ほどご紹介した市役所教養コースとか経験な洗顔コースとか取っていただきますとコース制限定の集団討論講座っていうのがあるんですよなので集団討論があるよっていう人の場合はちょっと集団討論講座もですね、あのー、参加いただければなと思います毎年7月そうですね7月8月9月10月あたりやってます はい、そのあたりにこの集団討論やってますんで、まあ、経験者の方であ、ね、ってもどんどんこう参加してもらえればなと思います。でそれからまあ東京都新方式、まあ、僕は一番推してますけどでこれはプレゼンシート対策ってのはさすがにうちの通常講座では無理なんですね。なのでもし新方式をお考えっていう方の場合は、まあ、私が毎年3月下旬から4月上旬中旬にかけて3回ぐらいやってます。 あのプレゼンシートの対策講座っていうのをあのライブ講義でやっておりますしで実際にこう書いてもらって個別面談も必要だと思うただ単にこれは書く講義だけではダメで実際にあの聞いて自分だったらどうまとめるかっていうのを実際に作ってもらってで持ってきてもらってまた採点するっていう、まあその現場でなぜこれ書いたんだというようなね内容を分かってるっていうようなこのやり取りで。 いテーマぐららは作っっっってもら持っていってもらって持もおりますだい大体3月下旬スタートでまあ遅い人だったら4月下旬ぐらいまで、ね、ゴールデンウィークかかるぐらいまでやってます。それから経験者採用のね論作文では、まあ、職務経験論文のみが主流なんですけども特別区だったら職務経験と課題式論文両方課されます。まあ、それを意識してうちの講座では経験者採用の専顔コースにおいてはですね論文マスターと経験論文 論文講座って二つあるんです。で、その中でもちょっと特別区の傾向に絞って勉強したいんだと。特別区の論文に関してやってみたいんだという方はですね。まあ、私もこれは毎年七月かな。特別の経験者の論文講座っていうのをまた配信してますんで。まあ、そこを見てもらえると、えー、いいかなと思います。大体のところは、かなり特別区の論文って傾向が見えてきてるんで。大丈夫なんじゃないかなというふうに思って。 おります。あくまでも特別区向けに限定して作ってますから。特別区受けないんだっていう人はいらないですよ。特別受けないんだっていう人は、まあ、通常の講座で大丈夫です。特別区に絞って効率よくやりたいっていう人向け、まあ、別でやってるということですね。それから、まあ、第三関門というところになってきます。やっぱり一時終わって面接ですね。面接。 でまあ、出願をする際にですね試験の1か月前ぐらいに大体エントリーシートっていうのを提出を、えー、してくださいでそして名誉最後まで使うという自治体がありますで、まあ、横浜市の一般もそうだしで松戸とか我孫子これ一般でもねかなり重たいんですよエントリーシートっていうのがで千葉市船橋市、まあ、僕千葉方面担当してるからっていうのもあってやっぱりもう試験前からやっぱりこう千葉市の仕事着どうしようかとか自己 P 何しようかとかっていう相談向けますね で船橋もなぜ千代公務も選んだのなぜ船橋市とかまた経験書いてとかっていうので、まあ、番1枚ぐらいいいかななきゃいけないんですねそれから特別の経験者これもあのエントリーシートをあの7月下旬には出さなきゃいけなくて、て面接でも使えますから非常に時間か,かります、ね、で面接対策っやっぱり一人ではできません。 でそれからまあ転職を考えの方を前提にお話をさせてもらうんですけども民間の面接は違うんですよね民間の面接だと民間の,その中途採用の面接だと成果志向になってくると思うんですけどもそうでもないんですなぜあなたはその行政への転職を考えたのかとかで自治体を選んだ理由ってなぜうちの選ぶ理由は何とかやりたい仕事なんですかとかあとはその経験ですよね。どのような経験を打ち出していけば その行政に受けるのかなとかで自己 PR1 分やってくれと言われたらどうするとかっていうふうにやっぱりこれはね一個一個ねやっぱりこう面接カウンセリングですねほんと高校生のみな方なんですけどもあの使ってもらいたいとう校生になっていただければこの担任相談であったりですね面接カウンセリングっていうのがありますしさらには ース生限定ですけどもリアル面接シミュレーションのちょっとご紹介しますけどもねそれ講座がース生しか利用できないサービスもありますのでコース出になっていただくのが一番いいのかなと思います。で経験者の方の場合ねあの成果論文講座っていう自分の経験について書く講座があると論文書くことがあると思うんですけどもそれをなるべく早くやっとくとエントリーシートの時に使えますからね。 大体3テーマぐらい成果論文やるんですけどもその自分でそのエントリーシートに使えるように成果論文講座の段階でですね自分の経験っても洗い出してもらいたいんですよ。それを並行してやるのが一番効率的なんだというふうに考えております。で市役所教養コースでそれからまああの経験者洗顔コースまあうちの場合は通信が前提でありますけど通信がベースになっているんですけども。 で、コース制になっていただければ、という特典が、えー、ございます。で、それがですね、担任。講師制度というところでございまして、はい。担任講師制度というものでありまして。で、一回三十分ですね。一回三十分。なんですけども、まあ、ウェブから予約をしていただきます。で、うちの場合は、どの校舎の。の。 単を使っても構いません、まあ、講師によって得て増えてっていうのがありますので、はいまあ、僕に数的言っても答えるわけないしっていうふうにですねやっぱ得て増えてるのあると思うんですよ。で質問内容って本当に自由ですね、はい、もうスケジュール相談でもいいし、まあ、数的の、まあ、数的担当の人も言っていただくんですけどもその数的の問題解き方を教えてもらってくださいでもいいしそれからまああの僕のところだとやっぱ論文ですかね。 論文添削とかやっぱり面接対策、まあ、エントリーシートであったり面接の質疑応答の仕方であったりというようなその使い方は自由ではあります。自由で,はありますでこれはどの校舎を使っていただいても構いません。まあ、僕は新宿と千葉の、ね、担当なんですけどそれからあとは、まあ、ホームルームこれも校舎限定サービスになっております。はい、このホームルームって、まあ、校舎イベントだと思ってもらったらいいんですね。 で毎月毎月ですね25日にこの担任相談の募集が始まりますし次の月の募集が始まるしでホームルームのどのイベントやりますよっていうどの校舎で誰がどんなイベントやりますよっていうのを発信します。で、まあ、ちょっとこれ全国に向けて言うのはどうかと思うんですけれども一応私はね結構経験者向けのホームルームっていうのを意識して、えー、やっておりまして。 あのー、年によりますけど3月ぐらいからね3月ぐらいから始、えー、めていってますもし来てくれたら合格者、まあ、入庁前なんですけど合格者のこういう話を聞こうとか3月やってで5月はちょっとこれ新宿じゃなくて千葉になっちゃうんですけどもゴールデンウィーク中にちょっと自分の経験棚卸し,してみようとっていうようなイベントやってでそれから6月はやっぱ特別区の経験者のエントリーシート、あのー、書き方 とかどういった論文やっとこうというお話をしてでちょっと今年できなかったんですけどあできなかった台風で流れちゃったんですけどまあ面接の,の練習会っていうのを、まあ、企画をしています今年はちょっと台風で潰れちゃったんですけどねっていうふうにあ,のある程度経験者の方ですねまあ東京千葉だとたあの経験者向けのホームルームっていうのも私がやっています他はやってないけど私がやっていました ってりりげてるつもりですでそれからですねこれも構成じゃないとっていうところで言うとやはりまあ面接のですね、えー、対策ですかねというところで、まあ、キャリア相談をね、まあ、実際のキャリアコンサルタントの方で、えーまあ、ちょっと構成無料になってますけどリアル面接シミュレーション分析編ということで、まあ、キャリアコンサルタントの方にお話しながらね えー、キャリアの棚卸しって言いますか経験を棚卸ししてどのようにエピソードを打ち出そうかなっていうのをご相談いただければなと思います。まあ、僕ら担任に相談してもいいと思いますし、まあ、ちょっと専門的な方に聞いていただいてもいいと思います。でそれから、まあ、実践ですねリアル面シ面ン実践編ということで、まあ、これ一般に模擬面接だと思ってもらったらいいと思います。でうちの場合はですね我々担任講師っていうのはあの模擬面接やらないことになって というのもあの面接の現場ってやっぱり初めて会った人に向けて話さなきゃいけないのに対して担任だったら慣れちゃってるんですよね慣れちゃってますからだから初めて会った人の面接できるかってことが大事でだから僕らはどっちかっていうと面接シート作りあるいは基本的な質疑応答こ,のもこれがよく出るよっていうところをアドバイスをすると。で実践をするのが、まあ、こんな感じですね本当 リアルーシュミュレーション実践編という形で、まあ、元人事の担当の行政の人事の担当の方とかあるいはまあ民間で人事の担当した人とかっていうのにやっていただいておりますでこれも個性限定サービスでございますちょっとね夏だと混みます6月7月あたり混みますけどそこを避けるとかなりやりやすくなってくるのかなとは思いますねはいで 一時受からなきゃ面接模擬面接できないってわけじゃなくてうちはやと3月ぐらいから受け付けてますから3月ぐらいからやってますんで本当とこう練習って慣れていこうっていうことも大丈夫ですです、はい、ですからまあ,あのどうしてもシーズン集中するんでそうなるとどうしてもマンパーの限界でどうしても予約取れないってことになってしまうことを考えるとやっぱ早め早めに動いていただくのがいいのかなというふうに思ってますまあそれ以外にもですねあの主要な自治体であれば ちょっと有料になりますけど別途面接ゼミっていうのを時期に設けて、まあ、私はもう東京都特別区やってますし横浜市面接ゼミっていうのを横浜でやったりしてますし一般面接ゼミみたいな感じでやったりしてますんで、まあ、確実に面接対策やりたいっていう場合ちょっと有料になりますけど、まあ、あの別途有料になりますけど面接ゼミっていうのをごあのやっていただくっていうのもいいのかなと思います。でまあ私なんかはもう本当ろ 6, 6月ですね 毎年6月はもう大体もう担任相談40時間毎月やるのとでプラス面接ゼミってのどんどん走らせてますんで大体月80時間ぐらいですかね780時間ぐらいはあの個別面談ってのをやっておりますね両方ゼミも来るし担任も取るしみたいな感じで1か月に3回ぐらい喋ってんね毎週会ってるねっていう子も珍しくないですねほんと濃い感じで付き合いになってきますけどはい でまあ、担任相談ね、なかなかやはりこう土日が少ないとかっていう、まあ、声もあったりするんで、時期によっては私もなるべく配慮するようにはあのしてはあのおります。でそれではですね、これで社会人のための公務員転職術、えガイダンス終了したいと思います。えー、ぜひ、うちの講座をご検討いただいて、えー、勉強していただいて、で転職を勝ち取っていただければと思います。どうもお疲れ様でした